この対戦決まりか決まりか、デスティロー決まった。ここで試合終了か。ようやく結果決まった。波動拳にメンバーが潰されていく。もう試合終わったんだ。もうタカは負けたんです。それなのにまだやっていく。戦場外で全部サンバリューをやってしまった。残された最後の希望。おっと、ブルー尾形です。挑戦者ブルー尾形。追い込まれたブルーを波動者がさらに追い込む。お前は俺はプロキングメンバー全員、プロキング全員わかった。プロキング全員わかった。絶対勝ってやる。さっきはまだ世代来ただけだけど、はっきり言って勝算ないです。ただ全員の対談にかかってるんで、負けた波動者、ロペス、タカ、こいつらの肩絶対取ってやります。そして波動者はこの俺が徹底的に叩きのめしております。頼むぞブルー、プロキングを救うのはお前だ。プロキング VS 波動者。年末は波動者連を倒してこの俺が暁の水平線に勝利を刻んでやります。以上です。夢は暁の水平線に待っている。メインイベント、プロレスごっこ軍団プロキング2015最終試合、プロキング無差別級選手権、挑戦者ブルー尾形 VS 第3代王者波動者レオン。